皆さん、こんにちは。前回までは、なんだかんだで、CK がリリースされることによって制作が可能となるモッドについては話せなかったので、今回こそは、といったところです。また、前回で予測してみたモッドは ESP、ESL のことについては触れ忘れてしまったので、今回は、前回で出てきたモッドの CK バージョンの部分に関して、ESP、ESL などの判定をしてみたいと思います。では、まず、CK がリリースされるとどんなことができるのか、なのですが、前回も少し話したように XEdit との差分で言うと、ハウジング系モッド、ニューアトランティスの改変モッド、といったように、レンダリング、ウィンドウを多用するモッド、クエストモッドを作成するために必要となる、クエスト、ウィンドウを多用するモッド、といったところです。CK で何ができるかをつらつらと説明すると膨大になってしまうはずでしたが、前回の XEdit でできることが CK でできることと重なり、細部分だけの解説で良くなりそうで、何よりです。まずは、CK のレンダリング、ウィンドウを利用してサクサク作成が可能となる、ハウジング系モッドです。ハウジング系モッドとは、スカイリムであるとバニラの改変であるブリーズホームの改変モッドから、作者が独自で制作する、ホワイトラン郊外にある、温泉付きのこじんまりした家などです。ハウジング系モッドはかなり住んでみたくなる家を提供してくれるモッダーがいるのですが、スカイリム時代からフォールアウト4までモッド業界であると、CC コンテンツにもいくつか作品を出した著名な人がいるので、その人が割とすぐに上質なモッドを出してくれるかもしれません。とはいえ、CC コンテンツでベゼと仕事をしたことのあるモッダーであると、すでにベゼとのスタッフィー向け CC コンテンツの仕事で契約などが進む可能性もあるので、無料のモッド派もはや提供しないかもしれませんね。やはりいくら、無料モッドがモッドコミュニティ、と入っても、どうせなら、みんな努力に対しての対価派欲しいですからね。スタフィーでバニラ改変をするハウジング系モッドとしては、先日、キャラ特性のあたりで言及した、夢のマイホーム、というキャラ特性を取ると、自分の家がスタート直後から入手できるので、その家をあらかじめ、使いやすさ、見栄え、武器ラック、防具ラック、植物栽培プランターなどが整っている状態で提供する、といった形のモッドや、あるいは、コンスタレーションのニューアトラン本拠地なり宇宙空間にある基地などが改変されて、毎度の使いやすさ、見栄え、といったところを整えてきたり、主人公向けの部屋がなかったら、追加されたり、といった具合に、コンスタレーションが完全に主人公のもの、といった感じのコンセプトで提供される感じになると思います。私なんかは、街の宿屋で寝泊まりするのが割と好きで、マイホームとか購入しても、使い勝手が悪いと全然カスタマイズなどはしないで、街の宿屋や拠点の適当なベッドで寝転んで睡眠をとっている感じなので、マイホームやマイルームへの憧れ、愛着というのは全くないのですが、かなり多くのプレイヤーが、マイホームやマイルームといったプライベートエリアをカスタマイズしたりすることが好きな傾向があるので、ハウジング系モッドはリリースされ始めると、フォロワーモッドに次ぐ人気モッドでもありますね。ハウジング系モッドはデータとして、リファレンスオブジェクト数、フォーム ID 数といったものが多いので、ESP で出てくることが多いとは思うものの、規模が中規模程度で、入手のためのクエストも、家の前の張り紙にお金を払うだけ、といったタイプのものは、ESL で賄えそうです。スカイリムの CC コンテンツである、ヘンドラハイム、マイアーウォッチ、といったハウジングモッドは ESL です。インストール、アンインストールに関しては、いくつか考慮すべきことがあります。ハウジングモッドで追加されたユニークアイテム、つまりバニラには存在しないアイテムを入手している場合は、アンインストールした後は、インベントリーや保管チェストのようなものから存在がなくなります。ハウジング内に配置されていたバニラのアイテムは、インベントリーや保管チェストからなくなりません。
アンインストール後のセーブデータの汚れ、といったもの波動なのでしょうかね。正直なところ、わからないですが、一応、クリーンセーブなるものを実行しておいた方がいいかもしれません。次はワールドセル系のモッドです。ワールドセルって、何？ということに対しての具体例は、ニューアトランティスの街並みや、各惑星の表面、といったものです。ワールドセルと対になる、とまではいかないまでも、ワールドセルが屋外の景観を形成するものであるのに対し、インテリアセル、と呼ばれるハウジングの内部、建物の中、地下ダンジョンというのがあります。先のハウジング系モッド派、インテリアセルを改変したものですね。話を戻すと、ワールドセルの改変モッドとして派、ニューアトランティスの街を改変して、もっと緑あふれる街並みにしたり、あるいはスタフィーでかなり惑星の景観アセットが増えたので、ニューアトランティスの街をサンゴの惑星のような景観にしたり、あるいはゴツゴツした岩っぽい街並みにしたりするものが出てくると思います。過去作のスカイリムやフォールアウト4の景観改造からすると、やはり緑あふれるニューアトランの街、もっとウェスタンチックなアキラシティ、などが出てきそうですが、どうなのでしょうね。また、惑星も 10% だけ派、メインクエストや重要クエストに関わるため、ランダム、ジェネレートではないハンドクラフティング、つまり開発スタッフがコツコツ景観を作った、どのプレイヤーでも同じ風景の惑星があるので、それら派、より資源充実、景観美化などをすることで、他のプレイヤーとも共有できるモッドを提供してくると思います。街の景観モッドでも思わずインストールしたくなるモッドを出してくる著名モッダー入るので、ニューアトランやアキラ、ネオンなどがどう変わるのか楽しみです。モッド形式としてはワールドセル改変となってくると、かなりリファレンスオブジェクトの数などが多くなってくるので、ESP であることの方が多いと思います。インストール、アンインストールに関してはワールドセル系モッドも、ハウジング系モッドと同様の考慮が必要です。次に話したいのが、クエスト系モッドなのですが、それと絡めて、前回話した武器や防具モッド、フォロワーモッドについて話そうと思います。理由は、クエスト系モッド派純粋なもの派、〇〇というやつをどこどこへ行ってやっつけてこい、といった討伐系や、どこどこへ行ってあるアイテムを取ってきてくれ、といったものなのですが、この、〇〇というアイテムを取ってきてくれ、というテンプレ的なクエストに、モッド制作者オリジナルの格好良い装備などが含まれている場合、クエストモッドとも呼べるし、武器モッドとも呼べるからです。同様に、〇〇というやつをやっつけてこい、といった討伐系クエストも、モッド制作者がオリジナルの容姿や装備を持つフォロワーを同行者として実装している場合、クエストモッドとも呼べるし、フォロワーモッドとも呼べるからです。X エディットであると武器モッドやフォロワーモッドの簡略化版まで作れるものの、クエストという、プレイヤーがちょっとした冒険をくぐり抜けてアイテムを獲得する、というプログラムや、フォロワーが同行して、最後に〇〇というボスを倒すというプログラムを作ることが困難であり、さらに、クエストといえば、どこかしらのダンジョンなり、惑星に赴くことになると思うので、その過程を作るためにレンダリング、ウィンドウでクエスト、トリガーなどを設置する必要があり、こういった過程は、CK がないとできない作業です。なので、X エディットの際の武器モッドやフォロワーモッドも、モッドとして楽しむことはできるものの、やはり、ユニークな見た目の武器や防具、フォロワーといったものはクエストを通じて獲得したり旅したりする方が中身があると思います。こういったクエスト系モッドの形式としては、武器や防具モッドのように、どこどこへ行って、〇〇を倒して取ってきて、という程度のものであれば ESL で十分であるように思えますし、フォロワー同行のもと、何かを倒したり、何かを獲得するクエストとなると、フォロワーとのダイアログ部分だけでも結構なデータ量となるので、
ESP が多くなると思います。ちなみに、データ量といっても、ESP あるいは ESL のデータ量であって、MOD 全体のデータ量ではないです。MOD 全体のデータ量となると、テクスチャが入っているとそれだけで 200MB などになるのですが、ESL になるか ESP になるかのデータ量はテクスチャやメッシュといったものは除いた、純粋にプラグイン部分のサイズのことです。なので、自分でとりあえず、5分程度で出来上がる汎用フォロワー、つまり汎用ボイスで、汎用ダイアログのみのフォロワーモッドであれば、バニラの汎用データを使うだけなので、ESL で十分なはずです。インストール、アンインストールに関しては、クエストのプログラムがどういったものになってるのか、がポイントになってくると思うのですが、クエスト系モッドは基本的に、インストール前のセーブバックアップは取っておいて、遊び終わったら、アンインストールして、インストール前のセーブデータから再度始めるのがいいと思います。とはいえ、フォロワーモッドの場合、ゲーム終盤まで一緒だと思うので、そういったものは、一度インストールしたら、むやみにアンインストールしない、という方針を持った方がいいかもしれません。別にアンインストールしてもいいのですが、セーブデータは汚れます。汚れますし、それ以降、よくわからない不具合が出たり、特定場所で CKD になったりしたりするかもしれませんが、それはもうモッドを使う上で、不可逆効果といったところです。大事なセーブデータであるのもわかるのですが、モッドを使う限り、あるいは使わないバニラでも、ストーリーを進めると、セーブデータ肥大や不具合発生などは、ベゼゲには、あるあるなので、ある程度の覚悟は必要で、セーブデータ読み込み不能や頻発 CKD になったら、諦めてそのキャラデータはデリートするしかない、といったところです。なんだか、驚かすようなことを言ってしまいましたが、スタフィーはキャラクリも顔から体型まで多様性がありますし、セーブデータ破損にならなくても、じゃんじゃん新キャラを作っていろいろなルートでのエンディングなどを楽しむといいと思います。あ、キャラクリといえば、CK がリリースされることで完成度が増すモッドとして、キャラクター美化モッドがありますね。とはいえ、長くなってきたので、今回はここで切り上げようと思います。美化モッドも人気モッドなので、どこかの機会に取り上げようと思います。今回はここまでとなります。ご視聴してくれた皆さん、ありがとうございます。皆さんにも、良いスタフィーライフを。